はい、冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、僕が最近どうやって、ヒンディー語を勉強しているかをちょっとご紹介してみたいと思います。最近はですね、こうやって映画を通して、語彙を増やしているところですね、ドーリンゴとかも使っているんですけど、今日はこの、映画を通した勉強の一つの例としてご紹介してみたいと思います。声聞こえてるのかな？今こんな感じで、映画を見ていますね。はい。はい。今、キル、殺すっていうのが出てきましたよね。で、それをちょっとGoogle の辞書を使って、このヒンディー語がですね、字幕がないので、ここで、それをですね、こんな風にやってみるわけですね。すると、ここでは発音マールというのがあります。マール。皆さん聞こえてるかわかりませんが、ここに、マール。マール。これを押すと、その音が聞こえるんですね。それで、それに当たる、言葉がさっきあったかどうかを、もう一回確認します。で、こういう時にですね、キーボードの J ですね。キーボードの J で10秒ぐらい戻ることができるので、で、その後、スペースキーで、もう一回再生を始めます。はい。なんか、マールっていうのは少なくとも入ってましたよね、今。なので、ここで、少なくともこのシチュエーションで、この、殺す、マールという言葉が使われているということが分かりました。ですので、それをですね、さっきの、ヒンディー語の、Google フォームに登録します。ですけど、まずこれをコピーしますね。これをこうやってコピーして、はい。で、それを Google フォームに行きますね。はい。ここに行きます。はい。ヒンディーで、ちょっと一応わかりやすいようにペースト。はい。ペーストして、ミニは、はい。キオですね。で、発音はマールでしたよね。はい。で、この映画はラージーっていう映画です。2018年か19年かの、フィルムフェアっていうインドのアカデミー賞みたいなやつを撮った、映画ですね。はい。で、ここで、シーンはどういうシーンだったかというのも書いておきます。スパイの養成所で、セハット。セハットというのは主人公なんですけど、はい。殺すという意味か。と、教官に尋ねる。これ、雷神っていうあれもありましたよね。雷神の使い方について、はい。このふうに、書きました。で、最後に URL っていうのがありますね。これが、ですね、さっきの、ここのですね、これ、共有っていうところを開いて、ここがですね、これだとこの映画のリンクになっちゃうので、開始位置ですね。これを入れるんですよ。で、それをコピーします。はい。で、これをコピーしました。で、それを、ここにペーストして、はい。それでもうサブミットしたわけですね。で、これがですね、まだ開いてなかったっけ？あ、開いてなかった。はい。Google、シートですね、表計算、Google 表計算の方に、今入っています。で、ヒンディー語、実はですね、しばらくちょっと勉強してなかったので、あ、はい、ここの、ヒンディー語ボキャブラリーというところにこれが入っています。で、今ですね、これ一番下の方に入っちゃってるんですね。新しいやつって。なので、でもそうするとですね、実はあんまり勉強しなくなっちゃうので、下まで見ないこともあるので、こういう時は、これが、タイムスタンプのところを逆に並び替えると、一番新しい語彙が一番上に来ることができます。それはデータのところから、ソートシートバイコラム A で Z から A のこの順番にするわけですね。それ大きい数字の方が上に来るという。そうすると、こんな風にですね。さっきの、このマールですね。マールが一番上に来ています。で、ちょっと、字も小さいので、24ですね。はい。24にして、はい。そ
そうするとこんな風になって、次に、復習するときに新しいものから復習していくということができるようになるわけです。はい。とりあえず、これかな。はい、こういう風にしているのはどうしてかっていうとですね。あ、じゃあ、もう一回、これを復習するときにですよ。復習するときに、ここがですね、もうリンクになってるんですね。なので、このリンクを開くと、さっきのシーンが出てくるわけですね。あ、その10秒。そう。これだとちょっと良くないので、まあ、10秒戻って、再生すると、だいたい、どんなシーンだったかっていうのが思い出すことができるんじゃないかと思います。はい、あ、今ちょっとなんかエラーが起きちゃってますけどね。はい。ということで、最近の僕の、ヒンディー語の勉強の仕方についてちょっとご紹介しました。はい、失礼します。